しても違った夢、君の声聞くと勇気あふれる。振り向いたら目と目が合って、気がついたら手と手合わせている。一緒にこの歌を歌っていた。それがノーガンノーガン、ノーガンノーガン、ノーガンノーガン。立ち上がろう泣きながらでも、ノーガンノーピー、ノーガンノーガン。駆け引きは苦手だから的を勝負。同じ道を行くのは自分だけじゃないよ。関係性は今からガチガチのパフェ。ビデオですからね。楽しかった。でもいろいろ教えてもらったね、サイサイさんに、ね、リミリンはどうだった？そうですね、やっぱ実写で MV 撮るの初めてだったんで、こうね、なんか楽しかったです。ベースに行ったり、あとカメラに向かってこうね、歌を歌ったりするのもすごく楽しかったので、めっちゃいい経験になりました。そうですね、やっぱ今回人数がとても多いので、結構カットが目まぐるしく変わって、いろいろな人がこうパッパッパッパって映っていくので、すごく見ていて楽しい飽きない MV になっているんじゃないかなって思いました。私はスーさんと2人きりのシーンが多くて、それが結構顔が近くて、もうこれぐらいで言ってくださいみたいな。それがすごい緊張して、お互い歯磨きをしてから挑むっていう。おにおいをね、いい香り、いい香りこともありました。今回この曲でノーガーノークライ、ノーガーノークライっていう振り付けを考えたんですよ。で、そこをね、ライブとかでもやる際はぜひ一緒にやってもらえたらなって思います。はい、今回の楽曲はですね、対バンライブのために作られたということで、それぞれのパートがね、こう戦いをしているシーンがあるんですけれども、そちらが私は大変お気に入りです。はい、そんなこの楽曲のポッピンパーティーバージョン、そしてサイレントサイレンサーバージョンは、どちらも各音楽配信サイトにて大好評配信中です。ぜひ聴いてライブに来てください。5月18日19日に 2days で行われる対バンライブノーガールノークライは、チケットの一般発売が5月11日より開始となります。そして全国各地ではライブビューイングも開催します。ライブに関する各詳細は番組公式ホームページをチェックしてください。私たちポッピンパーティーはこの対バンライブを終えたら修行します。ポピパの活動も5年目ということで、声優バンドとしてさらにステップアップしていくために、ここらで修行しちゃいたいと思います。はい。お、修行って何するんですか？何するの？何だろう、やっぱ滝行とか。ああ、打たれに行きます、なんでなんでなんで誰も知らんの。縄跳びとか。はい、メモの準備はいいですか？ポッピンパーティーファンミーティングを開催します。おお、北は北海道から南は福岡まで、全国5カ所のライブハウスをポピパから何人かずつで出演します。2、3曲程度のライブ演奏も予定しております。なるほどね、なるほどなるほど。じゃあ全国のバンドリーマーさんとこう絆も深められますね。おー、ね、全国で修行だ、やったー、いろんなことしたいね、ということはメンバー5人でワンマンに近いライブを見られるのは5月の
メットライフドームを逃したらしばらく先になってしまう。だから絶対メットライフドームに来てほしいです。来てねー。そうなんですね、ファンミーティングの抽選応募申し込み券はですね、5月15日発売のポッピンパーティー14枚目のシングルドリーマーズゴーリターンズに封入されます。はい、そんな楽曲はアニメの挿入歌として披露され、話題となった曲を収録しております両エンレンです。アニメの名シーンが思い出されますので絶対にゲットしてライブに来てください。その他にも修行期間中はいろんなことに挑戦していく予定です。ぜひ応援してくれると嬉しいです。5月18日、19日のメットライフドームでの対バンライブ No Girl No Cry、 そして5月15日発売シングル Dreamers Go Returns、 どちらもよろしくお願いします。以上、バンダリのポッピンパーティーでした。